ノクさん、こんにちは。確かに暗号通貨購入のための、お金を払ったんだけども戻ってこないっていうのはね、インフルエンサーとかいわゆる相対取引、ああいったものを通じてっていうのは結構多いですね。で、私の場合はノアコインを強烈に勧める方がねいたんで、購入してみたんですけども、ノアコイン一切送られてこなかったですね。もともとノアコインっていうのは、詐欺で始まってると私は思ってるんで、どこまで行ってもバカな話だなとは思うんですけどもね、それでもやっぱりね、どうしてもって勧める方がいらっしゃったんで、ちょっとねやってみたら、そういうことになったと。で、強烈に勧めてくださった方も雲隠れということでね、その方は決して悪い方ではなかったんですけども、ちょっと恥ずかしかったんですよね。私に損害を出させたっていう負い目もあったのかもしれませんけども、そんなこと気にしなくていいわけですよ。それよりもやっぱりね、最終的には受け取った情報をどのように解釈したかっていう、自己責任ですからね、まさにね、いくら勧められても参加しない人は参加しないわけですし、で、体の脳 A だって参加しなかった人はいるわけですよ。で、分かんないわけですよね、そういうのが。結果が分かってれば何も苦労しないですから。それが分からないところにこの投資ごとの恐ろしさがあるわけですよね。で、ファイルコインに関しましても確かに送られてきてないですよね。実際送られてきた暗号通貨に関しましても専用のウォレットみたいなところに数字が出てるだけなんで、じゃあそれが日本円にどうやって変わるのかってことは未知数なんですよ。特にトークンという形で渡されると上場しませんでしたみたいなことでポシャルっていうのが、あるわけですからね。しかもそれはいいも悪いもないわけですよ。投資事っていうのはそういうもんですから、ですので、それを織り込んで最初から上場する当てのないものを販売していたってのが、ICO ブームの中のね、一つだったのかなと思いますし、実際に上場したら値がつかなくって売ることもできなかったみたいなね、上場して、暴騰どころか暴落するみたいなのも結構ありましたよね。大体上場前に売りすぎなんですよね。上場前には限定でちょびっとしか売らなくって、上場後に、たくさんの方が買うっていう形で値上がりが起きるのに全く逆をやってますよね。上場したら全部上がるんだっていう先入観に多くの方はほどされちゃったのかなっていうところでございます。ノアコインね、ファイルコインね、で、ジャスミンコインっていうのもありましたよね。懐かしい思い出です。いろいろあるけども、自分の資産がどう残せたのかってことが全てですからね。これが現実ですからね。詐欺られたとか言って泣き言言ってもどうしようもないわけですよ。そういうのも込みでやってるわけですから、でもノックさんの言う通りなんですけども、インフルエンサーの方から買うのはちょっと慎重になった方がいいかなと思いますし、すでにね、金融庁が管轄するような取引所、販売所で買う分には安心かなっていうところですね。ですんで、被れないリスクは被るなってことでまとめていってもいいのかなと思います。一発逆転してね、自分の人生を楽にしたいって気持ちは分かるでしょうけども、これはなかなか難しいですよ。私もそうですし、ノクさんもそうですけども、たまたまエイダを買っていたってことだけですからね。それがなんかね、もうエイダが素晴らしいもんだっていうふうに自分が見抜けたとか見破ったっていう話じゃないんですよ。やっぱり他のコインもそこそこ気持ちがあったんだけども、結果圧倒的に増やしてくれたのがカルダノだったってことで、今はね、カルダノありがとうって形でね、中にはこれを後付けで、いや私は最初から分かってましたみたいなことを言う人がいますけども、そうではないですよね、やっぱりね。偶然の産物だというふうに、ここは謙虚に私は思うことにしてますけどね。ノクさん、動画の方ありがとうございます。やっぱりね、似たようなテーマでいろいろ感じるところがあるのは非常にノクさんと私のね、気の合うところかなというところでございます。ありがとうございます。じゃあこれからもよろしくお願いします。